アナバシスは古代ギリシアの軍人、著術家であるクセノポンの著作。アナバシスとは、ギリシア語で、のぼりという意味。クセノポンが、ペルシア王の子キュロスが雇ったギリシア傭兵に参加した、時の天末を記した書き物である。アケメネス朝の藩と。天戦はキュロス軍の進路と、ギリシャ兵の退路ペルシア王ダレイオスニ世の子である、キュロスと、兄、アルタクセルクセスの兄弟では、 弟の方が優秀であった。キュロスは共に育ったペルシア人の子供たちで最も優れており、武器、休術、馬術に並々ならぬ腕前を示し、鍛錬を怠ることがなく勇敢であった。長じて父から地方の総督に任命されたが、彼が心がけていたのは嘘をつかないということであった。このため、個人からも初年からも信頼された。また、自分が 窮地にあっても味方を見捨てない、不正を許さない、有能な人物を重く用いるなど、統治者としての才能も示したと、クセノポンは記している。このようなキュロスだったが、兄が大いにつきアルタクセルクセス2世となると、反乱を計画していると残言されたと、クセノポンは言う。兄はそれを信じて、キュロスを殺そうとするが、母の嘆願により、かろうじて思いとどまった。兄弟の母は、 兄よりも弟キュロスの方が気に入っていたのである。キュロスは無本を考えるようになり、密かに兵を集め始めた。このような経緯で、キュロスが雇ったギリシア傭兵に、クセノポンは、キュロスと親しかった友人に誘われて参加した。時は、紀元前401年。アテナイがペロポネソス戦争で敗れた、紀元前404年から3年後のことである。キュロスの軍は、サルディスを出発。 行軍の後、バビロン近郊のクナクサで、ペルシア王アルタクセルクセス2世の軍と戦った。キュロスは決起に流行って飛び出し、兄に手傷を負わせるも、結局撃たれてしまう。このためキュロスの軍はあっけなく破れてしまった。これによって、彼に雇われていたギリシア傭兵1万は、給料も支給されぬまま、異国に放り出されることとなった。一行はギリシアに無け帰還を開始するが、 撤退早々ペルシア側との交渉に出ていった指揮官が護衛兵と共に処刑される。傭兵軍団はクセノポン他の数名を新たな指揮官として選んだ。手持ちの食料が乏しいため、各地の村々で焼き打ち、大掛かりな略奪、奴隷狩り、虐殺を繰り返し、メスピラにおいて住民の大半を虐殺。当然行く先々で敵視され、 略奪の際の抵抗も強くなる。クセヌポンをはじめとする傭兵軍団は苦労を乗り越え向こうの民衆へ甚大な被害を与え続けた後、小アジア北西部のペルガモンにたどり着く。到着時にはギリシア傭兵1万は5000人まで減っていたという。彼らはここでスパルタに雇われ就職することができた。アナバシスが終わったのである。なお、ソクラテスの軽視は、 紀元前399年、アナバシス中のクセノポンは死、ソクラテスの死に立ち会うことができなかった。ありがとうございます。